おはようございます。今僕は一之江に来てるんですけど、中島さんと一緒です。よろしくお願いします。で、今から僕たちはその中島さん家に行くわけなんですけど、はい、とりあえずしてますけど、中島さん家の家に行って、はい、何をする予定なんですか？あ、ショッピンさんが来て、はい、家に来て何をしてくれるか。はい、何をするんですか？僕は前に確か、はい、ショッピンさんのライブで言ってましたよね、はい、ライブで、はい、あの人の家に行って、はい、断捨離動画撮ります。あ、他人の家断捨離をおっしゃってましたよ、はい、そうで、僕がまあ11月いっぱいで東京を離れて、はい、京都に行く予定なので、はい、今日はショッピンさんが家に来ていただいて、はい、で断捨離動画を撮るという企画を今日はやります。はい、まあ何もないっちゃ何もないですけど、うん、これなんか整理されてるというか。古臭いのないですよね。でも江戸川区って結構、うん、その古くから住んでる人も多いから、はい、だから、まあ、場所によっては、うん、あの本当に古いお家っていうか、でも地主の人多いんで、はい、あー、なるほど。結構表札とか見てると、はい、同じ名字の人が多かったです。はい、失礼します。お邪魔します。おお、いろんなものがありますけども、はい、うわ、すごい。なんかいろいろ断捨離できそうですね、今日は。おー、いっぱいできると思いますよ。そう、昨日、段ボールで届くように。あ、じゃあこの段ボールに入るぐらいにしか残さないって決めてるわけですよね、これは。そうですね。おー、すごい。そんなに物ないですよね。余ったものは全部、そうですね、はみ出しちゃったもの全部断捨離みたいな。はいはい、そうしましょうか。あ、いいっすね、そうしましょう、うん、まずは中島さん家のルームツアーをちょっとやらせてもらいます。はい、じゃあまずはこっちがお風呂場ですか？お風呂場ですか？結構年季入ってますけど。はい、ズドーン。あ、でも結構広いめですね。あれ、お風呂疲れるんですか？月1回ぐらいじゃないですかね、疲れとしたら。なるほどですね。ぐらいでやってます。あ、すごい、この今すぐ使うのがいいかな。洗濯物とかやだよね。スーツケースとかあって、で、洗濯機があって、はい、いいですね、いい感じでごちゃっとしてますね。はい、中島さん料理するんですか？一通り、そう、あのすぐ取り掛かれるようなっていうのは、へー、してある。なんでですか？え、好きだから、料理が。バングラディッシュで料理人やってたんで、中島さんは。で、これはなんか台みたいなのがあって、で、で、これなんですか？トイレです。あ、トイレですか？はい、はい、あ、清潔ですね。トイレはいつも綺麗。あ、します。毎日。トイレには、トイレには神様がいるんで。おお、なるほど。うわ、なんか捨てがいがありますね、これは。これはもういっぱいやりがいがあると思います。京都で新しいのいっぱい来ますもんね。で、こっちが。あ、なるほど、リビング。はい。あ、おしゃれ。はい、撮影セットがあって。ここすごいおしゃれですね。そうですか。すごい好きなんですけど、こういう雰囲気。そうそう、で、ホワイトボードにいろいろ書いてある。書いてありますね、確かに。全部仕事ですね、全部。見たことあるような単語がいっぱい書いてあると思うんですけど。僕はおなじみですけど、視聴者さんは全然わかんない、ね、何のことかわかんないです。で、ここにどれぐらい住んでたんですか？ここにはもう9年ですね。9年住んでたんですか？そうそうそう。いつから何年？だから今35歳なんで、26歳から、はい、そう、一人暮らしを始めて、はい、それからずっとここですよ。へ、間2年間海外にいないっていう時もあるんですけど、でもその時はあの付き合っていた彼女がここに住んでくれてたんですけど、はい、すごい美味しいコロッケパンがあるので、それを買ってきたんです。ありがとうございます。そうさ、あの料理好きな人がこういうのを勧めてくれて間違いないんで。ありがとうございます。わざわざお皿を包むんですか？さすがです。9年間住んで、はい、そのな、思い入れというか寂しさみたいなのあります？正直ないっす。ないです？ないです、ないです、ないです。ずっと引っ越しはしたかったんで。あ、そうなんですね。そうそうそう。だってもう狭いですもんね、はい、シンプルに。そうそうそう。いただきます。うん、うん、美味しいです。美味しいですか？めっちゃ美味しいですね。うん、ちょっとパン固めですけど美味しいです。あ、パン固いですか？はい、これケフィアウォーターって言うんですけど。いただきます。あ、リンゴジュースですね。うん、リンゴサイダーみたいな、そんな感じですよね。
アップルサイダーのチューハイというかそんな感じなんだよ。僕にとってはそんな感じがします。あ、でも美味しいです。この後酔ったらどうしようみたいなはい、じゃあそれでは今から早速始めていきますか。やっていきますか、断捨離を。断捨離をじゃあルームツアーっぽくしながら、これどうですかとか言いながら、こんな感じでやっていきましょう。あ、そうですね、はい、即答できなきゃ、はい、じゃあいらないです。あ、そうですね、じゃあ一瞬で迷ったら捨てですからね。はい、行きましょう。はい、じゃあまずこれはどうですか。それはもう間違いなく一番大事なんで即答でしたね。それもいりますね。あ、即答ですね、即答です。これは何ですか。それは、会社辞めるときに、はい、同僚の方からいただいたハンドソープ、はい、あー、そうですね、はい、まあ、向こう行ってから使おうかなっていう。あ、向こう行ってから使おう、わかりました。ここも全部いるので、はいはい、で、はい、ここに入ってるのはほぼいらないんですよ、実は。お、何ですか、何ですか。それはもう何でもボックスみたいなの作ってあって、はい、そう、開けてみてください。これはもう本当にいろいろ入ってて、例えばこれとかはいいかもしれない。あー、あー、ふわーってきません？なんかハゲそうです。ふわふわ、これ上げてもいいんじゃないですか。それ何ですか。これスマホレンズ。あー、うん、いいですね、欲しい人絶対いますよ、うん、はい、そう、スマホ用のレンズで結構しっかりしてるんですよね。ありますね。いっぱいありますよ。これ何ですか。これヘッドホンで、はい、これは捨てていいと思う、ボロボロだし。あ、そうですね、それは捨てましょう。自撮り棒ですね。そうそう、自撮り棒。あ、これは欲しい人いると思うんで、うん、いらない、僕はいらない。あー、いいですね。これもいいんじゃないかな。てか、ホコリすごいっすね。ホコリすごいっすね。あ、てか、このペースでいったら多分もうやばいっすね。やばいっすね。ちょっとポンポン行きましょう、ポンポン行きましょう。そうそう、やばい。いくかいらないかと言いましょう。そうそうそう、これもういらないですよ、ね、これはいる、いらない、いる、これはいります。でもいるんですよ。あ、これ絶対いらないですよね。これはこれいらないかもしんない。いらないかもしんない。はいはい、いいっすよ。これもいらないですね。これはいるんですよ。それこれいるんですよ。海外のポンポン。あと、うん、これもいらない、ワイヤレス。あ、ワイヤレス。あ、いいですね、いいですね。こうでもしないと、うん、なかなか始めらんないですからね。確かに。そうっす。これは全部いらないです。ここは全部いらないはず。はい。もう全部いらないはず。すごいですよ。これもいらないです。iPhone 売りに行ってみたい。いいですね。目玉商品が結構あります。あ、まあ箱も多いんですけど、中行くといっぱいあるんですよね。本当だ。え、ほとんど箱ですか、これは。大体は箱ですね。だけど、はい、奥の方行くと、はい、なんかもっといろんなガラクタがあったりとか。あ、これ腕立て。そうそう、負荷かかるってやつ。真っ黒箱は取っておいた方がいいと思います。これがやばいんですよね。でも引っ越すとき入れるじゃないですか、これ。まあ入れて、はい、持ってってもらった方がいいですもんね。はい、除湿器、すごい。なるほど、じゃあこれもちょっと後で見てみましょう。あ、ちなみに中島さん、これは、はい、いるんですか、これ。それはいります。あー、ソフトでした。一応、あ、でもいらないですね、この辺全部いらないよ。これも、はい、ちょっと USB ケース、はい、あー、懐かしいとか言って、こう思い出に浸ったりはしないですか。いや、思い出浸っちゃったりするかもしれないですね。はい、そうそうそう、結構取っといてある雑誌とか あったりするんですよね。9年分ですもんね。そんなにいっぱいはないんですけど。うわ、とかエビギューのが出てきました。これやばいっすね。僕のアルバムですね。そう、アルバムって結局見ないですよね。ま、男の場合かもしれないですけど。いいですね。いや、普段から捨てとくべきですね、はい、普段から捨てとけば引っ越しも楽ですからね。そうっすね、ほんと。もうだいぶすっきりしました。で、あとこれは全部必要なものというか。そうですね、箱なんで。箱ですね、箱にそれ入れて。うん、そうですね。すっきりしました。いや、すごいすっきりしましたね。ここ行っていいですか。はい、どうぞ。ここはね、もういっぱいあるんですよ。ちなみに洋服はちょっと僕持って帰れないので、これはもう捨てますから。はい。え、これですか。え、いらないですか。いいっす、2回しか着てないですね。フルフルさ、紙袋取っとく派ですか。これあれですね、はい、毎月やってた人の名残ですね。あ、どうしても取っとく、あ、人だったんですね。女性の人とか取っとく人多くないですかね。多いですね。わかんないですけど。あ、多いと思います。僕の母親もそうです。これは僕の調理師免許。千葉県の調理師、まあ、もう東京都住んでるから本当は移さなきゃいけない。バングラでオーダーメイドでしょ。バングラでオーダーメイドって超安くできるんです。いくらですか。1000
1500円とかじゃない安すぎません？ 800円とかそんなもんだったかな。パンジャビ、そう、これ自分が着たくて買ったんですけど、はい、着てないですね。着てないですね。いやでもさ、これ日本でさ、うん、着るケアないよね。ないですね。京都で行きましょう、京都で。そうそうそう、ネタになりますよ。でも 今だったらちょっと似合わせられる自信がある、はい、うん、確かに。入ってる。あ、そういう大事なやつ。そうですね、ハンコですね。ハンコ、危ない危ない捨てちゃったらこれはこれいただいちゃって、はい、はい、ありがとうございます。未開封らしいですこれ。だいぶスッキリしたんじゃないですかね。ジャケットとか捨てたしね。まだまだっていう気はしますけど、まあいい、それでも少なくなったっすね。うん、うん、いいですね。いや、まだ1部ですから。あ、でも、はい、もうちょっと捨てちゃおうこれ。ああ、このスーツとか、はい、スーツ捨てちゃおう。はい、次はこっちですね。キッチン。はい、キッチンなんですけども、まあ、9年前と変わんないですね。これ、はい、かっこいいなとか思って買ったけど一回も使ってないよ。外出してる。使ってないですこれ。これもなんだかよくわかんないし。そう、この辺もいらないし。ケンタッキーの景品ですね、どうやら。これ相当古いですね。マックの店員ですね、これ。これ逆にレアじゃないです。それ、これレアですね。これ逆にちょっと新品でありますからね。新品で2回目ですよ、すごいですね。これショッピンさんあんま分かんないかもしれないですけど、はい、お家で料理する主婦の人とかって、はい、結構こうなってしまいがちなのって、はい、分かると思うんですよね。あれ欲し、あれが必要、これ必要ってなりますもんね。そうそうそう、一袋で足りましたね。おー、だいぶすっきりな。そんなにいらなかったんですね。はい、ちなみにあの気になってたんです、これなんですか。それはいらないんですけど、はい、あの、はい、包丁研ぐ。ああ、え、どうやってやるんですか。こうやって、はい、うわ、かっこいい。こうやって、あ、かっこいい。え、研げるんですかそれ。でもこれね、100均なんで試しに買ってみたんですけど、ほぼ研げないですけど、まあ、ないよりはマシっていうくらい。ああ、うん、この辺はもうどんどん、はい、どんどん進めましょう。指定ですね。なんかこういうのとかちょっと新しいのを向こうで買った方が気持ちもスッキリすると思う、うん、そうそう、そうですね。いいですね。で、残ったのはこれだけっていう。京都に行って何する予定とかあるんですか。京都に行ったら、はい、夜の神社を取りまくりたいんですよね。おお、夜の神社、夜のお寺、はい、みんな夜の神社、夜のお寺って京都に観光行くっていう人まず行かないんじゃないかなと思って。そうですね、夜は基本的に帰っちゃいますよね。帰りますよね、はい、だから多分夜の神社、夜の、あの京都の夜のお寺って多分綺麗だと思うんで。ライトアップされたら綺麗そうですよね。うわー、捨てましたね。まあ別にここからあの取り出したりはしないですけど、処分ですと。それも捨てますと。そうですね、はい、ありますからね、はいはい、終わりですかねこれ。ある程度終わって、はい、本当にいい機会をありがとうございます。いえいえ、どうです。僕はあのいろいろありがとうございます。こうでもないと動かないですからね。あー、確かに。だってあんだけいっぱいあったらなんかもう身動き取れないですよね、うん、結構どうしようみたいな、ね、呆然としちゃうみたいな感じですけど。もう11月30日でここ引き払って、はい、12月1日は千葉の実家で1日過ごして、はい、12月2日から京都で生活スタート。いいですね、新しい生活が待ってるんですね。はい、もうこれからどんどん動画もやっていくんで、その時にお会いしましょう。ありがとうございました。